はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は90プラ周回しながら生放送であった質問もどきですね、そこをちょっとお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。まあグダグダ雑談していくっていう感じで見てもらえればいいかなってやつです。はい、で今やってる編成なんですが、こんな感じです。まあちょっとね、あの改良はしているんですが、まあハロエリと闇小屋、そして使徒内使った周回編成となってます。まあ単体全体全体でぶっ飛ばしていくっていう感じですね。まあいつも通りです。でまあ生放送であった質問についてね、いろいろね、あの軽くお話ししていくんですが、まあ何箱の目標をねどうしようっていう人がね、なんか一定数います。はい、まあ今回ね90プラと90プラプラの素材がまずい、特に金素材がまずいということで悩んでる方結構いるんですよ。どうしよっかなみたいな感じで悩んでる方いるんですが、正直箱に関しては開けといて損はないので開けといてください。はい、もうこれしか言えないです。まあある程度 FGO をやってるよっていう人からすると、まあ箱開けなくてもいいかなっていう話にはなるんですが、まあここ最近 FGO を始めたよっていう方ですね、で素材がちょっと微妙だから、うん、どうするか迷ってるっていう方に関しては開けといた方がいいです。はい、なぜかっていうとめちゃくちゃ単純で、ボックスの中身が普通に美味しいからです。はい、まあある程度ね FGO やってる人は金素材も美味しくないし、ボックスの中身も美味しくないから、まあ QP カンストぐらいでやめよっかなぐらいにはなるんですが、まあある程度ここ1年2年ぐらいから始めた人からすると、ある程度ね必要な素材っていうのが今回のボックスの中身に全部入っているんで、まあそのこと考えたらある程度やっといた方が個人的にいいかなって思います。はい、であとね効率のことを考えるとめちゃくちゃ単純で、あの5つのアイテム、まあページとか骨とかいろいろ入っていると思うんですが、あれをフリークエストで集めようっていう時間ですね。それをね一個一個かけてかける5するよりも、今回のボックスイベントでまとめて集めておいた方が時間のコスパってすっげえいいんですよ。今後の時間を有意義に過ごせるってことを考えたら、まあ、結局今のうちに開けといて損はないよなっていう話になるので、はい、まあ箱に関してね、まだ目標の箱数いってないよっていう方に関しては頑張って開けるっていうのでいいんじゃないかなと思います。でそれと同時にね、なんか何箱目標っていう感じでしてるんですけど、今開けれますかっていうのがあるんですよ。例えばで言うと300箱目標にしてて今200箱です、頑張って今から頑張って開けれると思いますかみたいな質問があるんですが、もうそれはねもう単純に計算してほしいもう素直ですね。まあ今日撮ってるのが6月2日ということで金曜日です。で、3日4日土日があって、5、6があって7日にイベントが終わるんで、まあ実質がっつり周回できるのは今日を含めて5日間ですってことを考えると、まあ300箱開けたいです、200箱ですってなった時に残り100個、まあ割る5をしたら、まあ1日20箱開ければまあ箱数開けれるよねっていうのはね、計算したら分かることなんで、まあそれを基準にある程度開けていけばいいかなと思います。で俺個人として休みの時間ですね、まあ土日とかでずっと FGO を周回してれば1日200箱ぐらい開けれます。はい、土日で普通に200箱開けれるんで、ずっと周回してたらね、開けれるっていう計算で俺はやってたりするし、実際ずっと周回してたら1日で200箱ぐらい開けれたんで、なんかそのこと考えると、まあある程度はまあ休日ですね、土曜日と日曜日もう最後の土日です、ここを活かして周回してみると目標の箱数っていうのはまあ簡単に超えることができるんじゃないかなと思います。で箱の総数じゃないな、なんて言うんだろうな、他と比べる人がいるんですけど、箱の総数を例えばで言うと、俺今400箱近く開けてると思うんですが、うわハトさん400箱開けてるんだ、自分50箱だし、あ全然開けてないなみたいな感じで比べる人がいるんですが、比べる必要っていうのは全くないです。はい、なんでかっていうと FGO はソロゲーだからです。他人を比較する暇があるんだったら、自分で頑張って箱開ける、自分の目一杯精一杯の箱数を開けるってやった方が有意義になるんで、まあ他の箱数いっぱい箱を開けてる人すごいなって思うのはいいんだけど、まあそこまで悲劇になる必要はないよねって思ってもらえればいいかなと思います。はい、まあ実際ね言っちゃ悪いんですけど、箱ってねもう今の環境ね、なんか時間さえあれば1000箱余裕でいけるんですよ。
はい、まあ、昔はねもう始めたて F 上が始まって1年2年ぐらいとかだった場合ね、もう全力で今も周回し続けてなんとか1000箱いけたみたいな感じなんですが、今ってなんか周回環境がいろいろ変わって改善された、あとスキルのね加速とかもいろいろついた影響で、時間さえかければねもう簡単に1000箱いくんで、はい、時間とお金だねさえあればいくんで、まああんまりねなんかそんなに気にしないでいいと思います。はい、まあ1000箱開けるっていうのはもちろんすごいとは思うんですが、まあなんか時間さえあればいいです。はい。まあ逆にね、自分そんな時間ねえよって思うんだったら、ね、ある程度100箱200箱で止めるっていうのもありだし、いやそこまで F 上に時間かけられないなーって思うんだったら他のゲームするっていうのでもね俺はいいと思うので、はい、まあそれに関してはまあ特に気にする必要ないと思ってもらえればいいかな。うん、実際ね50箱100箱開けてるだけで相当すごいです。 FGO 普通にやってるからね。ぶっちゃけね1000箱がねおかしいだけなんすよ。あんなバカですよ正直。まあ、後悔しないことが大事だね。うわ、あの時いっぱい周回できたのに、ゼルダやっちゃってたなぁ。うわ、あと100箱開けてたってな、開けたかったなってなったら、もうもったいないっていう感じになるんで、まあ、やっぱ自分の目標ですね。をある程度決めた上で、まあ、周回するっていうのが一番いいのかなと思います。はい。後悔しない箱数開けるって感じですね。で、大体ね、目標の箱数、より下回った状態でボックスイベント終わると 2,3 ヶ月後ぐらいには、なんで俺あの時開けてなかったんだろう、あの時ちょっと暇だったのになみたいなことね絶対言うんで、はい、今のうちにね開けれる方に関しては開けといて損はないかなと思います。はい、ぐらいかな。なんか生放送でねいろいろとねあった質問もどきみたいなんでみたいなんがあったんですが、こんな感じだね。まあ一応箱数に関しては他人と比べるものじゃないよ、まあ自分との戦いだよっていうのと、箱の総数はまあ目標ある程度超えといた方がいいよ、超えなかったら後悔するよっていうことを覚えた上で、まあこの土日ある程度周回するっていうのがいいのかなと思います。はい、まあただな金素材がねってなるよね正直。うん、土日さ酒とほおずきに時間かけたいかって言われると微妙だよね。正直まあ酒とほおずきじゃなければねある程度頑張って周回しようみたいなあると思うんですが、酒とほおずきがなーっていうね悲しい気持ちになってます。はい、まあ FGO をがっつりやってる人からすると酒とほおずきっていらない素材なんで悲しいよねっていう気持ちです。はい、で、あ、そうだ、ハトさんって何目標で箱開けてるのっていうのがあると思うんですが、俺は完全的に今 QP と銀冠です。はい、 QP 銀冠灰かな、銀冠と灰をあと150個ぐらい集めないといけないんですよ。なのでそれを集めるために周回しているっていうのと、アペンドスキル箱開け終わったらある程度したいんですよ。まあ今できる状態でね、箱開けしたいん？アペンド開けたいんで、そこの分の周回っていうのと、クラススコアで10中ハック QP 使うんですよ。で、新素材も使う、素材とかいろいろ使うんですよ。そのことのか、そのかと、ちょっと噛みすぎだね。そのこと考えた上での、まあ、スキル上げ素材集めみたいな感じになっているんで、まあ、自分に関してはとりあえず500箱ぐらいを目処にしているんだけど、まあ、この様子だと500超えそうな気がするんで、まあ、どういう風にしよっかなっていうのを考えたりしております。はい。まあ、ただとりあえず、ある程度箱に関しては、現時点でねいい感じで集められているので、まあこれを機にある程度までいけたらいいなと思ってます。で、まあ今22万6000ぐらい集めているんですが、だいたい450箱ぐらいまでは集めているので、今ね50箱裏で開けているんで、まあそこら辺をめどにある程度もっと QP 集めできたらいいな、アペンド開けれたらいいな、クラススコアに備えられたらいいなっていう気持ちで回っております。はい、でまあどうせこの後ねクラススコアが来た時にね必要素材を集めないといけないとか、総称で新素材追加されてそれ集めないといけないとか、多分いろいろあると思うので、まあそこら辺を頑張れるように今のうちにある程度いっぱい周回しているっていう感じです。はい、周回は裏切らないです本当に。はい、ね、ガチャは裏切るんですよ。ガチャで石3個使って麻婆豆腐引くよりも石3個食べて素材集めれば3箱箱開けれるんで有意義。 QP フレポ
あとページとか骨とか全部集めることができるって考えると、まあボックスもあった方がいいなっていう気持ちになっているんで、うん、まあとりあえずボックス自分のね頑張って開けれる量だけ開けていろいろやっていけたらいいなって思ったりしています。まああとね、ちょっとサブアカをね50箱ぐらい開けたいんで、はい、サブアカある程度開けれたらいいなって思ってるんですが、この様子だとちょっとサブアカいけるかどうかわからないんで、土日にある程度ブースティングして、まあ月火水らへんはサブアカ50箱を目標に開けれたらいいなとか考えたりしております。はい、以上ということでね、まあちょっといろいろお話ししてきたんですが、こんな感じです。まあみんなね目標の箱数あると思うんで、この土日頑張って周回しましょう。自分も頑張って周回する予定です。はい、では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。Thank you.